すいません、急遽なんですけども、はいはい、七不思議チャンネルちょっとですね、よろしくお願いします。撮らさせていただこうと思いまして、うん、今ね、本当にまさにですよ、はい、ちょっと撮影が終わりまして、そうなんですよね。帰る準備してたら、でも完全に帰ろうと思ってました、僕も。うちのピー、セカペニがですね、ガラッ入ってきまして、はい、この事件、扱えよと。いやもう刑事捜査一課じゃないですか、ここも事件だと、まあ、事件だと、なんだとその事件はと。でね、うん、僕もそのね、渡されたちょっと資料見させていただくと、はい、おっとと、なんでしょう、ちょっとどんな事件か教えて。本当に40分ぐらい前に、はいはい、ニュースになったんですけども、うん、富士エイリテイリング、松山市はですね、いつか大型商業施設富士グラン緑、こちら広島市、あざ南区、の受水槽内でですね、うん、死亡事故が発生したと発表したんですね。受水槽の中で、これなんですけども、消毒とかね、はいはい、水質検査のために、うん、この施設、臨時休業して営業再開未定ということなんですけども、こちらですね、4日の朝、はい、受水槽の天井に穴が開いているのを従業員たちが発見したんです。そうなんだ。で、中から調べると、うん、遺体が見つかったんですね。で、午前10時10分、うん、この受水槽からのこう全館への給水を停止しないとね、だってね、そっからの水がね、いってるってことでしょ。いろんなところで使われてるんですよ。でね、このお店で製造した食品を撤去し、うん、はい、飲食店は休業した。いや、ってことは、ね、この10時10分前に作られてるものは、この遺体が入っていた受水槽からの水を使ってしまっているんじゃないか。なるほど。でね、うん、死亡した人の車が2日夜に駐車場に入る様子がですね、防犯カメラにバッチリ映ってたんですよ。あ、そうなんだ。で、この死亡した人の家族から連絡を受けて、警察がもう動いてたんです。で、捜索してたところ、この広島県警はこうね、事件性はないっていうね、判断のもと、今に至るんですけども。じゃあこれはっていうか、自殺ってことになるの。そうですね、事故とかね、片付けられてる気がしますね、遠くから来てる、今のところはね、まだね、まあ、ちょっと詳細がまだね、そう、分かってないっていうところだからね。で、受水槽はですね、駐車場の下にあるんです。はい。で、これ富士はですね、広島市保健所の指導に基づいて、うん、受水槽の清掃と消毒、そして水質検査を進めてるんです、はい、で、はい、検査結果を踏まえて営業再開は決めるという形になってはいるんですけども、いや、言うてもじゃない。いや、これはもうやっぱりその、なんていうのかな、精神的なものっていうので、そう、じゃあ私はなんか人が死んだその水を飲んだのかと、うん、はい、それで作られたものを食べたのかっていう精神衛生的にもよくないんです、うん、なんか訴えられたから、そういうこともあるんじゃないかなとちょっと思いますよね。そしてね、ツイッターをですね、これ見てみると、今いろんな方がですね、つぶやいてるね、コメントしておりまして、まあ、直後ですからね、まさにね、このスクロールするたびに新しいコメントとかね、この最新速報みたいなのがいろいろ流れておりまして、うん、まあ、やっぱりやばいなとか、そういうこと言ってる人多いよ ね、勤めてる知り合いがいてるけど大丈夫かなとかね。で、まあ、これそうなんですよ、うん、風評被害が今後すごそうですね。ああ、いや、絶対あるでしょう。ありますよ、うん、だって例えば消毒とか清掃しっかりしたにせよ、うん、だってあそこ死んだとこだろって言われたら、そうで、いや、今でもなんかそういうのがあったらしいよとか、なんかそのまたどんどん出てきちゃうね。そうなんですよ。でね、こう前回議についてお詫びという形でね、こう謝罪されてるんですけど、まあ、コメントはね、残さないといけないよね。いや、とんでもないところで亡くなってしまったなっていうのが、僕実際ちょっときついなと思いまして。そうだよね。で、ちょっとね、うん、他にもこういう系の事件っていうのがあったりしてて、過去にもね。そうなんです。他の場所でっていうところだ。これはですね、うん、スマートビレッジ、稲毛の、うん、貯水槽に遺体があった。そうなんだ。 Google マップに高齢者の姿が。どういう事件だったのこれ。これ千葉県千葉市、稲毛区のマンションの貯水槽なんですけども、うんうん、性別不明の遺体が発見されてて話題になってました。まあ、そうか。でも性別不明っていうのは、はい、多分長い時間そこに水に浸かっていたから、どっちか分かんなくなっちゃったってこともあるだろうね。そうなんですよ。で、こう今捜査を進めてると。で、うん、遺体が発見された現場マンションはスマートビレッジ稲毛と判明してるんですけども、
これがですね Google マップ画像で確認すると多くの高齢者の方がこう、うん、マンションの出入り口で出入りをする様子が映し出されていたと、はあはあはあ、だからねこの高齢者が住むマンションで、ああマンションでそういうことがあったと Google マップでねこう出てるんですけども、やっぱり誰がそうなんですよこれっていうのは。でこれもそうなんですけども、うん、ご遺体がまあそうだよね溶けてるということかと、あ感想がねツイッターで出てるんですけど、はいはいはい、その水を気づかれないままに風呂や料理に使ってしまったパターンかと、うん、これはマンション住人の感情を考えたら吉だろうなみたいなね、変なしね体調を崩す人が出てくるかもしれない、もうそのね、うん、水自体のそうものでなったりもするし精神的にもね、そう精神的な方でなんかそのなるよ、ね、俺はそういうものを飲んでしまったんだっていう、うん、なんかプラシーボ効果の逆のノセボ効果ってこういうのは言うんですけど、なんか悪いのが出てきちゃう、うん、私はそれを飲んだ思い込み、うん、だから体調悪くなっちゃうみたいなのが、ももさん物知りですね、はい、早いですね早かったな、はい、コメント先打ちしといた、ね、コメント先打ちね、はい、皆さんでも合わせてどんどん言ってくださいね他にもね賢いなみたいな、これ有名なやつなんですけども、何でしょう、1977年少し古いんですけども、ね、埼玉県秩父ですよ、うん、防火用の貯水槽の中からですねフラン死体がこちら見つかったんですけども、死後かなり腐敗が進んでいて、最初はねセーターを着た妊娠中の若い女性っていうことしか分からなかったんですけども、うん、捜査を進めていくと、うん、女性は2年前に、交際していた男性に殺害されて遺棄されたものと判明したんです。あ、もうじゃあ殺人事件の被害者っていうことなんだ。そうなんですよ。で犯人はすぐに逮捕されてるんです、はあはあ、で、これなんですけども、うん、すごく有名になった側面があって、ほう死体の発見以前から、うん、この貯水槽の周りでこの土地の周り、うん、でですねセーターを着て顔の崩れた女幽霊が出るんだよみたいな、あ幽霊騒ぎがあったんだ、お話があったりしてたんです。でこれでクローズアップされて、うん、まあ、有名になった話だったりね、するんですけども、他にもですね、あ結構あるんだね、めちゃくちゃあるんですよ調べてると。これがですね、次がですね三重県内のショッピングセンターの受水槽で男性の遺体が発見されたということなんですけども、ショッピングセンターの中ね、はい、でこちらなんですけど地元市ではですね、うん、この中で男性が1ヶ月ほど前から行方不明だったと、はあはあはあ、でインターネット上ではですねこの事件がさまざまな憶測を読んで大きな騒動になっているけども、うん、店側はですね、うん、水道水は水質的には問題はなかった、いやそういう問題じゃないでしょって発表してるんです、うん、水質とかじゃなくてっていう基準は超えてるから OK ですよじゃないじゃんねっていうところで、こちらなんですけども、うん、三重県の松阪市のイオン系列のショッピングセンターの屋外に設置されている受水槽からですね、はい、2008年の11月27日に遺体が発見された男性が、うんうん、で、これなんですけども、なんでその屋上にあるその受水槽にわざわざこうね、うん、まあそうだよねっていう話なんですけども、うん、これねこの亡くなった男性がですね、はい、建物から飛び降り自殺したんですよ、うん、それがたまたまこの水槽の天井突き破って水の中に落ちたんです。うわだからなんかいろいろ最悪なんですよ、言っていいんだろうねこれね、最悪なんですよ流れが。あでこの男性は11月1日から行方不明だった家族が探していたよっていう形なんですけど、なるほどね、じゃあそんなに長い間っていうか、まあ、飛び降りた先がっていうところだもんね。いやそう本人は意図してなかったんだけどさ、うん、っていうところだよね、その上にね落ちてしまったがゆえに、なるほどっていうね、いろいろなこういう同じような、そうだね、似たような事件がいくつか、まあ、もっと調べたらあるんですけど、なんか例えばなんかねその自分から命を絶とうと思って、うん、そこにもしかして身を投げた人もいるかもしれないし、うん、なんか例えば点検とかをしててさ、はい、チェックとかをしてて足を滑らせてっていうパターンも、うん、多分過去の事例とかではもしかしたらあるのかもしれないよね。なんかこう調べている調査員だったら、うん、その職場の人から連絡あってすぐに発見されると思うんですよ。ああなるほど、だからそれだとね、すぐに見つかると思うんです。じゃあ全く関係ないところから来た人とか、来た人とかこの自殺の流れで、あさっきのね、自殺でとか、だからこのね、富士グランの場合なんですけども、まあね、まだ死亡事故としか、うん、この今の時点でこの知り得る情報としては分かんないよね、うん、分からないんで。
これがまあ事故だったのか事故だったのかはちょっと今のところわからないんですけども、まあ、でもこういう事件はまあこちらが水を使う側からするとね、もう本当に起きないでほしいっていう気持ちはあるよね。そしてこう大きなねショッピングセンターなので、うん、この働く方たちとか、はい、ここをねあの使われていた方たちのね、うん、ことを考えるともうなんかいたたまれない気持ちになって、そうだよね。ちょっと今回は動画にですね上げさせていただいたんですけども、はい、ではこの辺でですね急遽上げさせていただいた七不思議チャンネル締めさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。10月29日の土曜日にですね、東京 FM ホールで七不思議 YouTube チャンネル登録者10万人イベント銀の盾マニアの会グランプリを開催いたします。よろしく。昼の部と夜の部の2公演でございます、うん、ここでしか話さないとっておきのですね怪談話とですね、視聴者が壇上に上がりまして、うん、実際に怪談を披露するスペシャルコーナーもあります。果たして銀の盾は間に合うのか。そうなのか。劇場チケットは販売中でございます。詳細はコメント欄をご覧ください。というところで最後に桃さん見どころを言っちゃって。夜の部が終わった後の我々の疲れた顔です。よろしくね。はい。いや終わってるでしょ。試されてる。あれ嘘でしょ。だってくださいよ。なんて言えばいいんすか。怖い怖い怖い。何全然わかんない。最後ね。あ、これはかの有名。はい、OK です。何なんだよ。